はいどうもともきーですえ。今回はプレイステーションストアで売っている、えー、こちら、ブラックデザートレジェンダリーアイテムパックの、えー、紹介をしていきたいと思います。はいこちら発売が今日なんですよね。11月の29日。えー、今、えー、録画してるんですけれども、はいえー、今日発売で、えー、5398円ということで発売されてるんですけれども、 はいでは内容を見ていきたいと思います結構な値段するんでこれは内容をしっかり見てからちょっと、えー、購入を検討したいなと思いますはいそれではこちらに、えー、内容が一通り書いているので一応見ていきたいと思いますでは内容の説明から一応「黒い砂漠プレイステーション4リリース100日」を記念するアイテムパッケージですということで 今までになかったら定価67%オフのゲーム内アイテムが手に入ります。はい、ということで内容を見ていきます。では、えー、限定衣装まずは限定衣装ですね。そして限定ペット息切れのケロス、はい、そして次は限定取引所メイドハリス、はい、でパール箱2000。 カーマスリブの祝福15日プレミアムパッケージ30日職人の記憶50個ボルクスの叫び10個エリアンの涙10個各種スクロールこれ個数書いてないですねそしてパール箱あ そして、パール商店で利用できる20%割引クーポンを入手できますということでえ内容が一応ま一通りえ書いてはいたんですけれどもえ一応ね値段もえざっくりとね計算したいと思います。 はい67%オフということなんですがこちらの値段ざっくりと計算したいと思うんですけども限定衣装に関してはこちらちょっと調べられなかったんですけれども大体衣装1着、まあ、3000円前後するんで、まあ、3000円で計算していきますで息切れのケロスこちらペットなんで、えー、1000円ですね1000円で計算したいと思います一応限定なんで手に入らないと思うんで、えー、ちょっと え正確な値段ではないんですけれども、はいえー、あとは限定取引所メイドハリスこちらも一応限定なんで売ってはいないんですけれども大体他の取引所メイドだと1200パールなんで1200で計算しますでパール箱2000は2000で計算しますでカーマスリブの祝福15日こちらは1250パールですね、はいえー、でプレミアムパッケージ30日が1500パール そして職人の記憶50個が1500パールでボルクスの叫び10個がこれ見つけられなかったんでこれはちょっとの,のぞいて計算したいと思いますでエリアンの涙10個が、えー、450パールですねで各種スクロールが、まあ、250パールのパール えー、3, 3種類だと思うんですけれどもこちらの、えー、解説だと各種スクロールの個数が書いてないんですよねでなんで、えー、何個ずつかは分かんないんですけれども、まあ、1個かもしれないし5個ずつついてるかもしれないですパール商店では5個セットの、えー、ものが売ってたんで、えー、250パールで売ってたんで、まあ、それで計算して、まあ、3種類で750パールで計算したいと思います であとはパーール書店20%割引クーポン、こちらは値段にはちょっとできないので、えー、ちょっとこれは除いて計算したいと思いますはい、えー、それではボルクスの叫び10個とパール商店割引クーポンを除いての、えー、合計が1 1650パールですねでまあ足したら、まあ、1万2000パールは超えるかなっていう、えー、それぐらいのものですね まあこれはね安いは安いですねで、えー、一応1万2000オーバーの、えー、ものが入っているのでえっ、ー、とですね、まあ、これは買うか買わないかって言ったら一応多分ですが僕は、えー、個人的には買うと思います、えー、限定ペット限,限定衣装はいあと限定取引所メイドだったりまあ、限定が3つ入ってるんでね ここでしか買えないようなパール商店で、えー、常に買えるわけではない、えー、売ってるわけではない商品ですねが3つ入っているこれはなかなかでかいかなって感じはしますねはいそんな感じで値段は結構するんですけれども期間が一応12月の24日までということでまあ一応考える時間はまあ1ヶ月近くあるんで、えー、検討してみてはどうでしょうか はい。またいろんな、えー、お得なパール商品などあれば、えー、紹介していきますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。